新世紀エヴァンゲリオン怒り神事育成計画は、テレビアニメ、新世紀エヴァンゲリオンを原作とした PC ゲーム。2004年9月24日に発売された。開発、制作は、ガイナックス、発売元は、エンターブレイン。プレイヤーは、葛城美里として、怒り神事の育成スケジュールを組む。それによる、パラメーター変化によって、ストーリーが、本編準拠のシリアスな、タナトス編神事が、前向きになる、パトス編、いわゆる、学園、エヴァ相当の、キャンパス編に分かれる。ゲームは、全26話構成になっていて、タナトス編は、第1話から、パトス編は、タナトス編、第7話から分岐した第8話から、キャンパス編は、パトス編第 XX 話から再分岐した第21話から、それぞれ最終話までとなる。タナトス編、第21話、パトス編第21話、キャンパス編、第21話以降は、他の編への移行はない。エンディングは、タナトス編のみのエンディングが2つ、タナトス編、パトス編共通のエンディングが1つ、パトス編、キャンパス編共通の職業エンディングが12、キャンパス編のみのあるパラメーターによる追加エンディングが8つとなっている。クリア後には、赤木律子として、渚薫を育成する、渚薫養成計画がプレイ可能になる。このシナリオは、ゼーレが、極力穏便に言動から神事を引き離すために、薫を派遣するというもので、神事を薫の虜とすることが目的。ボーイズラブ色が非常に強く、最低でも友達の関係を超えなければ、バッドエンドになってしまう。ガイナックス公式。ありがとうございます。